もう今日で自由に動ける最後の日なんでね、まあ月夜野での思い出を忘れないように、まあ今日は一日いろんなところを見て回ろうかな。まあみんなと喋ることが一番目的だけどね。まああと一つやるとするなら竜の百勝だね。残り19勝だったっけ。やりに行きたいところだね。僕くんと一緒にこうやって朝ごはんを食べるのもいよいよ明日でおしまいだね。うん、そうだね、うん、僕赤ちゃん見るの楽しみなんだ。帰ったらゆずきさんによろしくね。明日は午前中にお父さんが来るらしいから、ここにいる間にやってしまわなければならないことは全部今日中に終わらせちゃうんだよ。はーい、はい、あのさ、何？やめた、なんでもない。変な子ね。なんでもないってば。変なやつ。じゃあ、いただきます。いただきます。まあ、調べちゃんもやっぱり寂しいんだろう。おー、いない。ごちそうさまでした。調べちゃん、あれ、いないな。どうした？あの子ごちそうさまもしないでどこ行っちゃったんだろう。え、いないの？調べちゃん、何これ、手紙？違うの。調べのリボン。え、本当にどっか行っちゃったの？そんなことある。調べの落とし物、赤くて可愛いチーズなリボン、髪につけてるやつだよね。調べちゃんを探すってことになるんだよね。え、でもみんなとも喋りたいけど、ちょっと待って、調べちゃんどこにいる。一旦まず萌え姉ちゃんの話聞くか。でも調べちゃんが行く場所ってどこ。ひまわり畑ぐらいしかないでしょ。ひまわり畑以外に行く場所あるか。途中のひまわりで写真撮ったことはあるけど、あとは秘密基地。秘密基地はないよな。調べちゃん見てない？もう帰る支度してるの？全然。だって僕が持ってきたのちっちゃなカバン1個だけだもん。見てないのかな。なんだ、だから毎日同じ服を着てたんだ。いや、まあそうだけど、ちょっと待って、調べちゃんはどこにいんだ。いつもならね、アリンコ見たりしてるはずだけど、出たとこにいるかな。おばちゃん、ねえ、僕くん調べ見なかった？やっぱいないの。あの子さっきからいないのよね。心当たりのあるところは片っ端から探したんだけど、どうしたのかな。じゃあリンコのとこにもいないんだ。もうそろそろ帰ってくると思うんだけどな。ごちそうさまもせずにいなくなっちゃったの。おじちゃんは工房にいるのかな。一応みんなとは喋りたいけど、おじちゃん工房にいる。調べちゃんがいないってよ。タコを作ってほしいようだけど、ごめんね。でもそれは知ってるって。え、ダメだ、調べちゃんの話何にもしてくんない。え、もうじゃあ自分で探すしかないな。でも
考えられるのはやっぱりひまわり畑ぐらい。よしこちゃんもいないか今日だよね。龍神池の方にいるってことある？ないな。あっちに調べちゃんと一緒に行ったことはないしな。あるとしたら写真撮った時はひまわり畑というか、まあひまわり畑の手前、池の手前で写真撮ったけど、あとは一緒に調べちゃんと写真撮ったのはないな。まず最初のデートの時はお地蔵さんまで来て占いの仕方を教えてもらって、そっからこっち行ったっけ。そうだな、こっち行って、で池の手前のひまわり畑で写真撮って終わったんだったな確か。一応ちょっと兄貴くんもいるかどうかは確かめておく。いないわ、最終日なのにいない。兄貴くん、明日の午前中は動けるのかな。いや、そういうわけでもなさそうだし、秘密基地に調べちゃんがいるっていう可能性はあるのかな。でもこれでひまわり畑にいなかったらちょっとやばいんだけど、一応まあガッツたちとも喋りたいし。私がうちに帰る前日、高速道路の下の秘密基地には誰もいなかった。それは当然私にとっては寂しい出来事だったのだが、でも子供は子供の残酷さを承知しているものなので、こういうこともあるさと自分を納得させた。しかし池の上を渡ってくる涼風は、この里山での短い夏の時間がもうあまり残されていないことを私に感じさせた。こういうこともあるさ、そう思いながらもなんだか胸が苦しかった。なんでいないの？最終日ぐらい、最終日ってもう明日だけどさ、最後はもう明日には帰るって言ってたのに誰もいない。ガッツもファットもメガネも MC 相撲も今日はできないんだ。じゃあなんで昨日の夢はそういうこと？いや違うよね。今日よりにもよって誰とも喋れない。うん、びっくりした。おじちゃんこっちに来てるの？調べ、あ、調べちゃん探しに。おい調べ、来てるんだ。あ、調べを見なかったかい？見てない。俺が朝から見てないっていうもんだから探してるんだけど。そういえば朝ごはんの後縁側で赤いリボンを見つけたよ。調べのかな。そうだと思う。ここで一緒に無茶をする子じゃないから大丈夫だと思うけど、チューチューした記憶はあるけども。やっぱでもこっちっていうことなのかな。この先で本当に合ってんのかな。いやでももうひまわり畑にいなかったら正直お手上げだよね。からあれかな、家の釜の中とか、釜の中に入ってかくれんぼして怒られたとか言ってたけど、いやそっちはないよな。一回怒られたらやんないよな。調べちゃんやる可能性もあるのか。いやわかんないけど、もう行くしかねえ。左側っていう可能性はある。一応もう潰しとくか、こっち側の可能性は。いやまあないとは思うけど、まあないな。そうだよね、ミュウはいるわ。ちょっと待って、こいつ何でしょう。すげえ綺麗だけど、キマダラルリツバメ。こいつここに出る蝶々だったんだ。
そうじゃなくて、でも最終日のニューも嬉しいんだけど、こっち側に調べちゃんいなかったらもうやばいんだけど。いるわ、普通におる。何してんの？あんたがいなくなったって誰も寂しいなんて思わないんだから。絶対絶対そうなんだから。みんな、いなくなったと思って探してるよ。え？誰がいなくなったの？あんただよ、ちび娘。何よそれ。とにかく家に帰ったら。いやよ、私はここですることあんだからさ。それより家の近くに私のリボン落ちてなかった？朝なくしちゃってさ、輪ゴムで止めてるんだ。みんな心配してるよ。しつこいわね。あんた、なんとかしなさいよ。私の下僕でしょ。なんだそれ。まあ、子供っていうのは、得てしてそういうもんだよな。俺が初めてディズニーランドで迷子になった時も、俺は一人でパレード楽しんで、大人たちだけがひたすらに困ってたわ。しつこいってば。いい。お前こそ。いい。あんたってさ、なんだよ。いいよもう、勝手にして。なんなんだ。まあ、お互い不器用なんだな。しつこいってば。いい。え、でも帰んないの？いたことはじゃあとりあえずおじちゃんたちには伝えに行くか。そうだね、おじちゃんのとこに行くべきなのか、蜂の巣つっついておばちゃんに伝えるか。まあ、蜂の巣つっついておばちゃんに伝えた方がいいか。やることあるってのは何なんだろうか。夕方になっちゃった。まあ、一旦帰るか。もう虫相撲も今日できないみたいだしな。一回、あ、はい、今日の遊び時間は終了。もう晩御飯ができています。え、今夕方になったとこなのに。お母さん、調べ帰ってきたよ。帰ってきたんだ。今よ。いや、心配したけど何でもなくてよかったよかった。バーカ。調べちゃん、どこ行ってたの？海の方。あんなに遠くまで一人で行っちゃダメだよ。ごめんなさい。あれ、珍しく素直なんだ。これあげる。え、あげるってば。まあ、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。調べちゃんなりの優しさなのかな。ねえ、ぼくくん、おばちゃん家の女の子って二人ともすっごくいい子だと思わない？うん。おばちゃんさ、あの子たちがこうして近くにいてくれるだけで、ああ、私は生まれてきてよかったな、そしてあの子たちの母親になれてよかったなって、そう思っちゃうくらい幸せなんだ。そしてこんな幸せな家庭を作ってくれた優作のことも大好きなんだ。この夏休み、僕くんにもおばちゃんの幸せ分けてあげられたかな。うん、それはよかったわ。ありがとう。これでも買ってくれ、分けてもらったよ。とりあえずお風呂入ろっか。もうでも本当に終わりなんだな。調べちゃんはひまわりをボックにあげるためにあそこまで行ってたんだね。ボックンがひまわりが好きっていうことも分かってあそこまで一人で
行ったわけだもんね。二人ともいない。おばちゃん、本当は東京でちゃんとプロのカメラマンになって、自分が死んだ後でも作品を残せるような人になりたかったんだ。でもあんなに可愛い子を二人も後世に残せるんだから、結局野望を実現しちゃったのかな。あれ、そういえばこの話、今まで誰にも話したことなかったのに、なんで僕くんには言っちゃったんだろう。不思議だね。そっか。今日の晩御飯は鈴木のムニエル、バンバンジー、巾着煮と冷ややっこと、全部おばちゃんの好物でした。本当はカメラマンとして立派に一人で食べてって、その撮った作品たちもどん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 もう後ろの世代に残していけたらって思ってたんだろうけど、本当に大切な大切な二人が、まあ三人だね、ここに生まれてきてくれて、まあお兄ちゃんは亡くなってしまったけれども、それでも立派に二人育て上げてるんだもんな。なんか新聞読んでないなと思ったら寝てるだけかい。おじっちゃんもう最後の会話になるかもしんないんだよ。まあ明日喋ると思うけどさ。うんうん。本当だよ。こっち側調べちゃんはいないみたいだね。あ、まさかの縁側。あんたなんかさっさと帰っちゃえばいいんだ。もう夏休みなんか大っ嫌い。もう夏休みなんか大っ嫌い。本当に不器用な二人なんだね。二人というか、まあ調べちゃんが不器用なのかな。どっちかというと、ぼっくんはすごく素直だもんな。まあでも調べちゃん相手にはやっぱり子供っぽい一面を見せたりすることもあるし、大人相手だとすごく大人っぽいところを見せたり、逆に子供っぽく見せていたりする部分もあったりはするけれども、今日調べを見つけたのって僕くんなんだってね。うちの妹がご迷惑をかけました。ありがとう。あ、そうだ、感謝の印にご褒美をあげるね。え？内緒だよ。何それ。ラジオ体操カード、埋まった全部。本当にそんな、ほぼ不正ですけども、ありがとう萌姉ちゃん。ああ、あさってからまた学校か。まあそうね。でもよしこちゃんともまた仲良くなったりできるといいけどね。中学3年生残り半分、9月からだから、まあちょっと少ない時間にはなってしまうかもしれないけども、残りの中学校生活を存分に楽しんでほしいね、健坊。もうお前と喋れるのも最後かもな。ぼっくんはお前の毛をむしっちゃったけど、おかげでね、ヤマメも釣れたから、ありがとう。長生きしてくれな、健坊。あとは、もうもうと喋って、最後に、ホタル沢チャレンジして終わるか。おじちゃん寝てるし、もしかしたら、いけるかもしれない。その前に眠たくなっちゃうかな。今日結構、いろんなとこ歩き回ったしな、夜。眠くなっちゃいそうな気もする。それで結局ラジオ体操遅刻したら笑えないけどね。せっかくもらったのに。ダメか、あの日しか行けないか。僕くんたら
この時間ここから先は立ち入り禁止です。はい。暗くなって足元が見えないと雪の川にドボンとはまるからね。うん。これはおじさん家の決まりなんだから。はい。わかりましたか？わかりました。もう行きません。よし、物分かりのいい子だ。偉いぞ。そっか。まあ、そしたら寝る前に図鑑の登録はしておこうか。明日は多分もう登録もできないだろうから。まあ全種類コンプリートはちょっとできなかったけれども、あと何匹登録してないのがいる？とは言っても今日のキマダラルリツマメだけかな。他は全部登録してるか。してるな。そうね。だから残り9種類だったわけか。どこにいたんだろう。多分森とかだろうな。セミがね、あんまり集まりきってなかったりする部分もあったりしたから、まあそこに行けば手に入ったのかなっていうところだけど、他はもう全然わかんないな。で、百勝チャレンジも結局81勝。もうちょっとだったな。30日虫相撲できないのか。あー悔しいね。できると思った。そっか、昨日決着つけなきゃダメだったのか。なんでいなかったんだろうな、ガッツたち。子供は残酷なものとか言ってたけど、そんなことある？だって手紙送るよとか言い合ってた中でね、えそんないなくなっちゃうなんて。わからないけど、まあキマダラルリツバメを登録して今日は寝ましょうか。お前が最後の虫になっちまったよ。キマダラルリツバメ、イモムシの時はアリの巣で育ててもらうぐうたらなやつ。こう見えても肉食なんだって。肉食？肉食の蝶々？それとも幼虫の間が肉食なだけか。わかんないけど、まあでもアリの巣で育ててもらうっていうぐらいだから、結構何でも食べるっちゃ何でも食べるんだろうな。まあ要はアリの幼虫と同じように育てられるわけでしょ。で、大人になるタイミングでアリの巣からは抜け出していくみたいなことだろうから、まあ肉食というか、まあ雑食っていう感じなのかな。それとも本当に成虫が雑食というか肉食なんだろうか。ちょっとわかんないけど、だとしたらすごいね。最後にブランコやりたかったな。僕くん、絵日記書いてお休みなさいしましょう。うん、おじちゃんお休みなさい。終わっちゃうのか今日が。この30日いろいろあったけどな。今日は調べちゃんのことを書くのかな。ひまわり探して行方不明、それは僕へのプレゼント。調べ、ありがとう、ありがとう。この絵日記だけで泣きそうになるね。この満開のひまわりと僕くんが直接は言えなかったありがとう。まあそう思うとやっぱりお互い不器用なのかもな。でもまあそんな不器用な自分のことも理解してて、そこをなんとか感謝を伝えるためにひまわりを取りに行ってくれた調べちゃんだったわけだもんね。本当に自分が不器用だったりするところもどこか自分で理解して、しっかりと自分が伝えられる方法をこうして見つけて実行したわけだもんね、調べちゃんは。そこはすごく、本当にやっぱりおばちゃんが言う通り、二人ともねすごい心の優しい子供たちなんだなっていうことだよね。まあ本当にね、
この電気を消してしまったらそのまま夏が終わってしまうから押したくない気持ちはあるけれども、まあ消さないとね先には進めないので、ここでおやすみなさいしましょう。もうこれで終わりか。